皆さんおはようございます。斉良平です。そして今日は僕のメンターである、大川純子さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはじめましてですね。はい、そうです。よろしくお願いします。お名前は何度となく、はい、出させていただいてるんですけども、これがもう大川純子さんです。はい、よろしくお願いします。もう僕のね、本当にね、肝心な時に本当に必要な言葉をくれる人で、あ、そうだった、今日2月4日明けましておめでとうございます。今日からいよいよ新年が明けていきますけども、この中で、まあ、ちょうどね、昨日が歌謡祭がありまして、2月3日のあって、僕が開運の部屋っていうのをさせていただいて、木村玲子先生と、そして山崎匠さんと、そして桜庭つゆき先生と、そして大川純子さんでやったんですけども、純子さんいなかったら大変なことになってましたね。そんなことないです。なってございます。ありがとうございます。でも本当に今日場所に参加してなかった人たちまで、もう話をやってもらいたいと思って、はい、話をやってもらって、はい、もう本当に2月4日からもう新しい年に入っていくにあたって、本当に重要な話をしてくれますので、純子さんがフェスで話してくれた内容を、はい、ぜひとも皆さんに聞かせていただきたいなと思って。わかりました。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は本当運の話ということで、はい、先生から振られた時に、はい、運気というのは私は波乗りだといつも例えてるんですよね。はい、だから波、いい波が来るまでは待ってることが必要じゃないですか。だからイケイケどんどんっていうのはもちろんいいんだけども、うん、やっぱり待つタイミングが大事だよっていう話をいつもさせていただいてるんですね。うん、そうで、その時を間違えなければグワンといい波に乗れるじゃないですか。うん、でそのために必要なことが普段から整えること、はい、で何を整えるかっていうのが、うん、私腸と脳の専門家でございまして、はい、普段から腸を大事にすること、脳イコール思考とか、まあ、エネルギーですね、うん、そういったものを大事にしましょうというのをお伝えしてるんですけれども、もちろん体のメンテナンスっていうのは大事なんですね。うん、腸が良くなるためには先生もいつもおっしゃってますよね。食事、腸と脳ってすごいつながってるっていうんですよね。そうなんですよ。脳腸相関っていう言葉がやっぱり昔からありまして、どちらも独立してるんだけども、どちらも影響を与え合ってる。うん、だから脳が先ではなく、実は腸も独自で考えてるって言われてるんですよね。はい、そうなので、腸を元気にしておくとハッピーホルモンが出ますので。僕ね、思ったんですよ。はい、ファスティングやってる時に、はい、1日目が一番苦しいんですよ。2日目超えて3日目だったら、ずっと脳からなんか出てる気がするんです。なんかずっと幸せな気持ちが続くんですよ。だから途中から5日目過ぎても、なんか終わりたくないなって気持ちになっちゃうんですよね。すごい。あの時なんか出てるんですよね、絶対に。だからセロトニン、腸に 95% あるって言われるセロトニンは本当腸で作られて、脳にいい影響を与えてるんですよね。なのでやめたくないなっていうのは本当にすごいリアルに分かりやすいですね。いやー、そう思ったし、脳と腸がつながってて、脳の状態を良くしようと思ったら、腸の状態を整えないといけないってことですよね。そうなんですよね。で、鶏と卵でどっちかだけ、どっちか先でもなく、うん、腸を整えながらやっぱり脳も整えていく、うん、それがいい運の波に乗るっていうのが一番ベストなことだっていうことをお伝えさせていただいて、ここまず一つ、はい、今結構何でもかんでもいつでもチャレンジっていうのも嫌いじゃないと思うんです。でも純子さんが言ってたのは、本当に運の強い人は待つことを知ってるってことですよね。うん、そうなんです。いつ待つか、いつ行くのかっていう、はいはい、でもいつ行くのかっていうことを知ろうと思ったら、まずお腹の調子をしっかり整えていくって、これ脳ってもう直感だってそうですし、ここから全部つながってるので、ここの状態を整えておくと、ここも絶対に良くなると。そうです。人って考えようとすると考える能力が下がると。はい、でも感じようとすると考える能力が上がっていくって話を聞かせていただいて、いや、これ確かにそうなんだなと思ったんです。はい、だからここなんですね。セロトニンの 95% ここにできてる。ここにいるんですよ。びっくりですよね。だからここが整ってれば、はい、自然と行くタイミング、待つタイミング、行くタイミングが分かっちゃうってことですね。そうなんですよね。これすごい話してますね。大事なことですよね。これを知ると、なんか発酵食品って大事じゃないですか。はい、腸には、はい、でも発酵するんですよね。発酵食品を取ると光を放つので、なんか私はもう運気はそれで爆上げだと思ってて、そう、発酵と発酵ってなんかさすがだなって日本の言葉って思うんですけど、そうなんです。だから発酵食品と光る、はい、発酵するの方が
あのオーラってあの誰でも使うじゃないですか、はい、先生今日いいオーラが出てるとか、はいはい、あの人のオーラって素敵だよね、もう発光してる人ってオーラがやっぱり見えるんですよね。昨日の朝納豆食べた、あ、発酵食品、ね、発酵食品だから僕も輝いて発酵してます、ね、輝いてます、いつもこれ名言ですね発酵は発酵ですね、はい、そうなんです、ね、輝こうと思ったら輝こうと思ったら発酵食品食べて発酵する、つまり発酵食品を食べるから腸の状態が良くなる、はい、腸の状態が良くなるから頭もつながって、はい、その上で自分のオーラがボーンと出てくるっていう、そうなんですよね、日本語ってすごいですね、本当に思います、日本語っていうのは、まあ、昔の人は全部知ってたんでしょうね、これきっとこれメモっとこう、発酵食品は発酵発酵ですね、これも素晴らしいですし、はい、さん僕が一番印象に残ったこれ、はい、今日あき、はい、あの昨日あったフェスの中で僕一番の名言だと思うんですよ、はい、嬉しい、ありがとうございます、本当にこの、ね、この名言って一体何なのかっていうのが、僕がね、運が強い人って、うん、あの運が強いと思いますかって聞いたら、強いと思いますって誰もは答えるけども、人って根拠を求めたがる、でもその根拠が見つからなかったら、ね、たくみさんが言ってたんですよ、体温計みたいにして、あ、今この人私が運が強いっていう信頼度が何パーセントで出てるんならいいんだけどっていうところで、これを具体的にその理由根拠っていうもの自体を問いかけた時に、こういうことを知っててくださいって話を純子さんがやったんですよ。この話ぜひやってください。これすごい。よく聞いてくださいね。ありがとうございます。その運気に、運の流れに乗るためには待つことが大事っていう話を今させていただいたんですが、はい、その待ってる時に運に乗るタイミングを見逃さないためには脳をしっかり整える必要が、腸と一緒で脳も整える必要があるんですね、うん、でそのためには普段から自分が思ってること、言ってること、やってること、この3つが一致していると人というのはバシッと整うんですね。これ それだけで流れが良くなっちゃうんですよね。そうなんです。もう一回おさらいしましょう、はい、まず思ってることですよね、はい、思ってること、そして言ってること、言ってること、はい、そしてやってること、やってること、はい、これがもうあの一緒のことをやってるかどうかですよね、はい、思ってることは違う、言ってることも違うのに、はい、やってることも違うっていうのが、はい、もう全然バラバラなんですよね。バラバラ、もう自分の中のエネルギーバランスも崩れるし、運に乗りづらいですよね。タイミング逃しちゃう。そう、なぜなら自分の信頼関係ができてないので、自分とのですね、はい、そこですよね。すごい言葉ですよねいや、私もそれをなんか昔聞いたことがあって、そこからずっとここ数十年心がけてるんですね。できてるかというとまだまだだとは思うんですけれども、もうこれだなという、だから普段から自分が好きな自分でいるっていうのが今の3つの答えと一緒になるんですけれども、ここがあると運気の流れが来た時にちゃんと乗れるんですよ、整ってると。これ、うん、もう本当そのまんまなんですよね。そのまんまです、シンプルです。やってることも違うし、はい、思ってることも違くて、言ってることも違うってなるとか、一番これがずれちゃうんですけども、僕、はい、あの実はあの1月からジムに行き始めたんですよ、うん、はい、でも整えるってちょっと分かってきた気がして、普段は走らなきゃな、こんなに食べてるのに、あの結局カロリーも使うこともないしっていう自己嫌悪が生まれちゃうんですよ、うんうん、で皆さんには運動大切ですよって言ってるけど、できてない日があったりとかって言って、でもジムに行き始めたら運動するのが重要ですよって言って、でいつもどっかでカロリー使いたい、汗かきたいって思ってるところとやってることが一致しだして、すっごい自分の中で言うと思うと、そしてやるが一致するようになったんですよ。だから僕1月11日にジムに入ったんですね、はいはい、11日に入って、はい、もう十何日行ったんですよ。すごいですね、ほぼ毎日、ほぼ毎日もういたら走るって、子供たち寝かしつけて、で妻と一緒に、いやごめんって、俺今日やっぱり走ってくるわって11時ぐらいから、夜の11時ぐらい行ってやってたら、走ってる自分が好きなんですよ。好きになりますよね。なるんですよ。すごい。だからあ、これ一番ぴったりきたと思って。すごい。だから前回お会いした時よりもさらに発酵されてるんですね、先生がね。もう、あ、すごい。でも実践されてらっしゃるから、すごい説得力ですね。やっと実践、うん、いや、ある程度のことはやってきたつもりだけど、うん、運動ってやっぱ苦手で、うん、天気にも左右されるし、はい、で、その時の気分とか寒さも、冬になるとやっぱ出たくないって思ってて、ジムに行ったら、全然寒さ影響、天気影響しない。そうですね。で音楽も聴いて走れるっていうので、うんうん、これはいけると思って、そこからなんか気持ちがずーっと上がってきてるなって思うんですよ。うわ、でもなんかこれを具体的に説明しようと思っても、うん、なんて表現したらいいんだろうって考えた時に、純子さん一言、思って
で、やってることが一致してるっていうのは運の強い人であり、その運の強い人たちはその根拠、私は運が強いと思いますって時に、こことここと、そしてやってることっていうのは一致するから、私は強いって、なんとなく強いって言ってる人よりかは絶対的に強いんですよね。これ分かったわ。最高でした。いやありがとうございます。今まで桜庭大王も香取さんとかもいっぱいいろんな人出てきましたけど、はい、一番意味のあった会員だったんじゃないですかね。それぐらい本当にすごいしっくりくる言葉だったですね。いや嬉しいです、ありがとうございます。私もでもそうやってまた改めてこうやってねお話しさせていただいて、新年自分のもうに言い聞かせたいと思います。いやこれ重要です、はい、今日から新年というタイミングで、うん、もちろんいろんな方法で見たら今年から運勢が上がる人もいれば下がる人もいるしっていう中で、上がる下がるだけなんですよね、うん、いい悪いを決めてるのはその人自身、そして運にはいいと悪いはないんですよね。で上がったり下がったりっていう中で、下がってても上がっててもここで待つのか行くのかっていうことを、うん、ちゃんとこことここを整えていくことで、そのタイミングを知れる。あ、私は今ちゃんと待つべきなんだってことを知れる人。だから僕も、今ついてる経営者さんたちって、そうだなと思うんです。待つタイミングをちゃんと知ってるんですよ。なんとなくなんです。なんとなくですよね。なんか、ある人は、俺ね、猿年と鳥年って何かをやるとね、うまくいかないから、大体うまく、何もしないんだとか、春になると、大体自分って何かをスタートしないと、秋までに実りを得られないから、とかいう人もいれば、冬に動かないとできない。いう人いたりとかして、それぞれを感じてるんですよね。でもこういう人たちって体を鍛えることにすごい意識してる。そうですね、食生活も、はい、いやここに神髄がありましたね。神髄ですね。なのでもうこの新年というタイミングで皆さん、はい、イケイケじゃなくてもいい、待つことの大切さ、そして行くことの大切さってことは、こことここをつなげていくってこと、そして運が本当に強い人っていうのは言ってること、そして思ってることとやってることっていうのが一律、これが一緒ってね、その瞬間24時間365日これが一致になることはないかもしれないけど、どっかのタイミングでこことこことこれが一緒になってくれると、あ、これが私が運が強いって思う根拠にたどり着けますよね。これ最高でした、これ最高でした。いやもういい話を聞かせていただきました。新年早々いい流れになりますので、はい、ぜひとも皆さん覚えておいてください。本当に最高の話でした。ジョブさんありがとうございます。ありがとうございました。実はこの動画最後に、はい、ガッツポーズやるんですよ、はい、でもジュンコさん聞いた話では、はい、千何日続けてるこの動画、はい、毎日欠かさず見てくれてるっていう。毎日見てます。これ本当です。朝起きて私はメイクを、ね、しながら、やっぱり自分が今日の状態どうかなと思いながら先生の動画を見ながら何日もう毎日見てま す。もう僕時々純子さんの話したら純子さんからありがとうございますって来るから、あ、誰かから教えてもらったのかなと思ってます。じゃなくて毎日見てくれてるってことして、いやいや恩人なんです、私の、ま、恩人なんです、本当に恩人なんです。ではガッツポーズで皆さんを見てください。では行きますね、はいはい、では行きます。今日も元気よく行きますよ。では行きます、せーの、よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。